はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。一番経験値が美味しい敵を教えてもらったんですよね。経験値が一番美味しい敵、こいつです。違法の暗殺者ですね。どれぐらい持ってるのか、ちょっと試してみましょう。カニスディルスが俺一番戦ってたんですけども、あいつで100倍が出た時に、24万かな、経験値24万、まあ、24万でもレベル1から70まで上がるぐらいまでとんでもない経験値ですけども、こいつはどれぐらいなんでしょう。戦ってみましょう。まずは100倍出さないとね、一発で出るとは思ってない。まあ、とにかく100倍なんとか出してみましょう。マギアインビリ、おお、出た、びっくりした。2発目で出たよ。2発目で出たか、マジで。ならば捕獲はできないしね。そんな簡単に出る？じゃあどれぐらい？すごい。おーい、おーい、とんでもねえ経験値だ。え、60万、66万か。半端じゃねえ。こんなに経験値入んの？はい、戻ってきました。すごかったな。カニスディルスの倍以上の経験値を持ってましたね。光が一気に62まで、あ、82か。とんでもなく上がった。で、ちなみに、これ、EXP ブースターだね。これを装備してまして、で、アビリティでも、経験値アップはついてます。でもね、幸福のブローチか、幸運のブローチか、あれ装備してないし、食べ物の、なんだったっけ、なんとかケーキ、経験値が上がるケーキだよね。あれも食べてません。うん。それで、66万だからね。多分、あれで残り 1.7 倍かな、上がるので、70万にはなるんじゃない？経験値。70万とんでもねえな。うん。まあ、こいつは、1回しか戦うことができないので、まあ、1回限りなんですけども、まあ、ぜひね、レベル上げに、なんとか使ってみてください。1回しかできないんだけどね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。